日本は対中政策を急務とし、急ピッチで防衛網を整えています。今回は防衛省が F-35 戦闘機を追加発注を予算計上、詳しく見ていきますね。敵地攻撃能力は必要ですし、基地周辺でデモしている人たちは日本人ではないですからね。メディアもそこを報道するのが真実ではないでしょうか。2021年も中盤を過ぎたが、防衛省が今後の航空自衛隊の主力戦闘機として取得を進めているのは、西側諸国が唯一入手可能な第5世代戦闘機であるアメリカのロッキード・マーチン社による F-35 ライトニング2だ。防衛省の管轄下で、日本の航空自衛隊は、この F-35 ライトニング2の中でも、通常の陸上滑走路で運用する A 型を102機、短距離、垂直着陸が可能で護衛艦、いずも、加賀、等の艦載機として運用する B 型を、45機を総数として調達しようとしている。この航空自衛隊の A、B 型両方を合計した数字は147機となり、これは本国であるアメリカを除くならば、現状で世界最多な機体数となっており、先進の F-35 ライトニング2を確保することで航空優位を進めんとする姿勢の表れだろう。日本政府としては、平成31年度から令和5年度2019年4月から2024年3月までの直近の5カ年分を31機中期防衛力整備計画として位置づけており、防衛力増強の基本戦略を2018年12月に閣議決定を行い推進中である。そうした中で、この31機中期防衛力整備計では、F-35 ライトニング2、6機分を650億円で予算計上した21年度に比して、22年度は A、B 両型合計で10機約1000億円と 1.5 倍以上の予算の割り当てを行う方針だと判明した。これにより31機中期防衛力整備計のトータルでは、 F-35 ライトニング2A 型がこれまでの3年で13機から27機へ、B 型が8機から18機まで増加する運びとなり、A 型の青森の三沢基地以外への配備の拡大も現実化しそうである。日本の国内のマスコミ報道によれば、次に F-35 ライトニング2A 型が配備されるのは、唯一日本海側に置かれた戦闘機基地である石川県の小松基地になる見込みで、現在配備中の F-15 自衛、イーグルとの代替が行われる模様だ。小松基地は、前述のように、日本海側唯一の戦闘機部隊が配備された基地であるため、現状は、F-15 イーグルによる緊急発進、いわゆるスクランブル発進への対応も担っているが、これを、そのまま F-35 ライトニング2に引き継がせるのかも、注目だろう。また、短距離、垂直着陸が可能な機体である B 型は、それを艦載機とする予定の護衛艦、加賀が、広島県の呉を母港としていることや、現在整備計画の進む鹿児島の馬毛島に近いことから、宮崎県のニュータバル基地への配備が有力視されている。防衛省細川からしてみれば、中国海軍による南シナ海、東シナ海型、面への進出、つまり、九州から沖縄、台湾、フィリピンへと続くいわゆる第一列島線内の制空権、制海権の確立を抑制する目的で、これらの対応を加速させているように見える。かつての1900年代初頭までは、航空自衛隊の主力戦闘機である F-15 自衛、イーグルは、当時の第4世代戦闘機と呼称された分類の中に、かつて実際の戦闘における悲劇追数は0機と、まさに世界最高レベルの星空戦闘機として君臨していた。しかし、以降、中国が急速な経済発展を後ろ盾として、軍備の増強を
驚異的な速度で行った結果、これら第4世代戦闘機を含む航空戦力の数や中長距離向けの地対地ミサイルの配備によって、日本の軍事的能力は相対的に低下してきている。ここで生じた中国との軍事力のギャップを補うものが、こうした F-35 ライトニング2の A 型、B 型などの高度なステルス性能で、敵に探知されずに、敵の攻撃範囲外から、脅威の排除を行おうというの日本の自衛隊の新たな戦略だ。湾岸戦争以後の一連のイラク戦争等の中東地域での戦闘を見ても、高度に友軍同士が取得されたデータを共有し、最適な攻撃を行うデータリンクを基盤とした戦術は、一面からは、狙い通りに成功を収めているとは言えそうだ。しかし、これらの戦闘の場合、アメリカ軍が、こうした戦術を駆使する中で、相手側は、そうした統制の取れた、体系的な反撃を行うことができず、いわば、非対称戦かのように、一方的に、兵器単体のテクノロジーの前に完敗した形だった。これに比べれば、まがいなりにも、中国軍は、同様な戦力間のデータリンクを統合しつつあり、湾岸戦争や、以後のイラク戦争で見られたような、一方的な敗北を期待することは、非常に危うい希望的観測と言わざるを得ないだろう。幸いか不幸か、近年の戦闘においては、精密な誘導兵器やデータリンクの精度の向上から、フル装備の正規軍同士が実際の戦闘に至るという可能性は、ここに来て急激に起こりうる可能性は低下してきているというのが実情だ。そのため、日本はもちろんのこと、大半の国の軍隊がもはや実戦経験を蓄積、継続できておらず、中国軍についてもこうした傾向からは逃れられてはおらず、装備した兵器を前面に打ち出すし、意的な行為で相手の戦意喪失を画策している。それでも、偶発的に、明らかに戦力的に劣る相手に対しては、局地的な軍事力の行使の可能性もあるだろうが、無論圧倒的な勝利を収められる前提がなければ、たとえ中国とはいえ、積極的な武力の行使にまでは踏み切らないと思われる。日本が立場上中国に対抗する上で非常に厄介なのは、戦闘機にしろ護衛艦にし、潜水艦にしろ、単体での性能や搭載する兵装面で、多少中国のそれを上回っていたとしても、本当にその質のみで圧倒的な量の敵と対峙できるかという点だ。戦史的に考えてみれば、第二次世界大戦時のドイツ等、一時的に、質的には敵を上回る兵器を投入できたとしても、大いなる消耗戦であった同大戦では、それらが戦局をつくが、必要な位置に到達することは、ついぞなかった。そうした前例も鑑みた場合、日本にとって中国が持つ最大の脅威は、やはり、多数の中長距離の射程、絵を持つ中、長距離用の地対地ミサイルの配備であり、これを無効化するための対地攻撃兵装の拡充を急ぐべきだろう。しかし、日本においては、こうした兵器は、自衛隊に課せられた憲法上の制約、つまり、攻撃的兵器に該当する恐れがあるとして、一部野党を中心として、非常に導入へのハードルが政治的にも困難な状況に置かれている。日本政府自体も、こうした野党からの批判の声と、憲法上の自衛隊の専守防衛の枠組みへの対処ゆえか、長距離攻撃が可能な兵器をスタンドオフミサイルと表現して、既成事実化と配備を進めようとしているように見える。陸上自衛隊が装備している人に、敷地対地誘導弾には、さらなる超射程化の研究予算が付与され、現行の射程距離 200km 弱が、
今後 900km、そして 1500km と延伸させると同時に、航空機搭載も視野に入れている。そもそも、尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛策を旧ソ連の崩壊で北海道を中心に展開していた陸上自衛隊が自身の組織的な存亡をかけて同地域が中国に狙いられているとことさらに主張しているとする反対論も数多く聞かれる。こうした反対論者に対しては、では現状で取り得る有効な政策とは何なのか、軍事のみならず政治面も含めて実効的な代案を世に示してほしいものだと思わずにはいられない。